はい、こんにちは。ゴーチャンネル前原です。今日はこちらですね。うん。仮面ライダージオのデラックス。龍騎ライドウォッチです。はい、ということで、まだテレビ本編ではね、龍騎全然出てくる気配がないんだけど、ライドウォッチで先に出ました。ちなみにエグゼイドライドウォッチはゲットできなかったので、まだゲットし次第動画にしたいなと思います。はい。チャンネル登録はここをタッチ。登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。じゃあ早速開けていきましょう。はい、こちらが龍騎ライドウォッチですね。この文字盤部分がシルバーで、外側が赤、龍騎っぽいカラーにちゃんとなってますね。そうだね。で、この部分に2002って書いてあるね。そうだね、2002と書いてありますね。で、これ龍騎のマークだね。そうだね。はい、じゃあ絶縁シート取りましょう。じゃあボタン押してみましょう。はい。おー、OK。じゃあもう一回。鏡の世界でライダーバトル、赤いドラゴンライダーは龍騎だって言ったみたいね、うん、はい、じゃあ回転させてみてくれるかな。はい、もう一回押してみよう。はい、では時空ドライバーで聞いてみましょう。はい、時空ドライバー。じゃあまずはライダータイムしてみましょう。はい、わあ、龍騎見たことわかんないけど、なんて言ったんですか、あのねって言ったの。アドベントって言ったの。アドベント、うわあ、アドベント。じゃあ今度アーマータイムやってみましょう。はい、こういう感じなんだね、うん、よし、じゃあ必殺技も行きましょう。はい、で、箱に龍騎アーマーが描かれてますね、うん、この裏にもあるんだけど、これすげえかっこよくない？うん、かっこいい ね、マッチョでね、で肩にね、ドラゴンついてるんだよ、うん、めっちゃかっこいい、ね、うん、はい、それでは今回も変身対決やっていきたいなと思いますね。はい、じゃあ栄進くんからお願いします。はい、でっかい口やったのね。パパね、隣でこんなちっちゃい口やったんだけどこれドラゴンの口でバーン。ああ、全然ちっちゃかったパパの方が。カゴンって。よし、じゃあ今度パパ行きましょう。変態。変身できなかったね、パパね。落として、それで龍騎の方がほぼ先になっちゃって。
はい、ということでですね、今回の変身対決どちらが良かったでしょうか。先週のこのドライブの変身対決ね、私ね、アンケート用意するの忘れてました。本当申し訳ございませんでした。すいませんでした。なんで今回は必ずアンケート用意してあると思いますので、こちらからどちらの変身が良かったか、ぜひアンケート答えてください。はい、はい、ということで今回は仮面ライダージオのデラックス龍騎ライドウォッチでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。さあ、それと今回のすべての動画はいつものところに出てますので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録を真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございますか。バイバイ。